で繊維金属触媒反応っていうのはね、なんか繊維金属の錯体触媒によって、まあ、起こる反応です。で錯体というのは、まあ、金属と配置が結合した化合物、まあ、触媒の意味ぐらいも知ってますよね。で、まあ、大きく分けて2つに分けられて、均一系と不均一系があります。で不均一系はあの教科書にも書いてあったあのパラジウム炭素とかアダムス触媒ですね、固体表面上で反応が起こると。で化学工業でよく用いられています。で、まあ、単純な反応を得意として、あと、まあ、リサイクルが容易 で非常に長持ちするという特徴があります。あの工藤先生の話、水の分解とかあればこの不均一系ですね。で今日これから話するのは均一系の話で、溶液中、まあ、有機溶媒とか水とかに溶けた状態で、この金属錯体が溶けた状態で、反応します。で有機合成とかはこのファインケミカルの分野で、よく用いられます。で複雑な分子変換、まあ、不正反応とかがを得意とします。あとこの配位子を、チューニングすることで、カスタマイズが容易にできるという特徴があります。で、まあ、できるだけ簡単な話ということで、まあ、ノーベル賞の話、2000年以降に、繊維金属触媒反応に与えられたノーベル賞はこの3つあるんですね。で今からこの3つについてね、まあ、解説をしていきます。で、この2人がですね、キラルの話は曽合先生から聞いてますよね。で、まあ、キラルの、触媒水素化反応、還元反応で、この人が酸化反応、キラルの酸化反応、賞金はこんな感じで分けましたと。で、このノールズのやった仕事というのはですね、これデヒドラアミノ酸の不正水素化です。でこういうねキラルな光学活性なホスフィンを配子として持つロジウム触媒存在下で、水素の負荷をこの二重結合にね、炭素炭素二重結合に対してやると、ここのね、まあ、面の手前と、まあ、上と下を区別して、これはこの場合、下から来たやつが 97.5 で、上から来たやつが 2.5 ですね。まあ、不正は OK ですよね。で、この生成物を加水分解すると、ね、L ドーパ、レボドーパと呼ばれるものができて、これはパーキンソン病の治療薬として、使われましたと。で、次が、これも前やりましたね、テルペンとイソプレンの話、まあ、テルペンの中にイソプレンがこれ、2個入ってて、これモノテルペンですね。3個入っていれば接基テルペンで、4つ入っていれば次テルペンで、このモノテルペンのミルセンと呼ばれるものを、まずこれ、ね、アリルアミンに変換して、でこの赤い水素と青い水素を区別します。何で区別するかというと、このキラルなホスフィン配子を持つロジウム触媒で赤と青を区別して、赤だけをね、この 1,2,3 3つ離れたところの炭素に移動させます。まあ、転移ですね。でそれを加水分解するとストロネラールというアルデヒドになって、でこれの構造を書き直すと、これでこれを亜鉛で酸化させて、最後ここの二重結合をニッケルで水素化還元するとメントールになります。まあ、メントールは食品とか、まあ、シャンプーとか、まあ、シップとかいろんなところに使われているものですけども、これちょっとデータが、ね、2007、8年のちょっと、まあ、あまり新しいデータじゃないんだけども、その当時で、天然が1万トン、年1万トン、世界で1万トンで、合成品が5000トン作られていて、日本では高砂香料がこの方法を使って、この L
ンドールを年3000トン作っていました。今多分ね、もっと需要も増えていると思うので、もっとたくさん世界中で作られていると思いますが、このキラルなバイナップを用いる反応を経由してこのテルペンからメントールが合成的に、ね、これだけの量が作られています。そういう話です。でここまでが2001年のノーベル賞の話で、次が2005年、2005年、10年前、君らは小学生か。この3人がメタセシス反応の開発をして、まあ、それに対して、ノーベル賞が与えられたと。賞金は3分の1です。で、どういうことが起こるかというと、結合の組み換え、骨格の再構築ですね。例えばこのプロペン2分子から、2部点とエチレン、または、ね、2部点とエチレンからプロピレン、プロペン2分子、これ、ね、二重結合部分で、これ、まあ、右と左に分かれて、ね、これになって、これは、まあ、左から右に行く場合には、ね、ここ上と下分かれて2部点とエチレンになって、まあ、そういう反応です。で使われる触媒としてはルテニウムとか、まあ、モリブデンがあります。で反応機構としてはですね、はじめにこのルテニウム炭素二重結合を持つものと、これプロペン、この二重結合部分同士が、これ溶液管を作ると、これ、上と下で合わさって溶液管を作るとこれになりますね。で今度これが今上と下でひっついたのが右と左で分かれるとどうなるかというと、このエチレンと、今度はこういう、ね、この赤い炭素がついたルテニウム炭素二重結合を持つ、ね、アルキルデンルテニウムになりますね。で今度これがもう一分子のプロペンと、今度はこれ左と右でひっついてこれになって、で上と下で分かれると下の部分がこう2部点になって、上の部分が初め の時計でいうと自由基地の方向にあるこのルテニウム炭素二重結合を持つ、触媒に元の位置に戻りますよね。この触媒サイクルを見ると、これプロペン2分子がエチレンと2部点になっています。見えないけども、これ逆反応も可能で、2部点とエチレンからスタートしてプロペンを作るということもできます。でこのメタセシス反応を使うと何ができ、どういうことができるかというとですね、例えばね、こういう砂状の化合物から、ね、まあ、次元ですね、砂状の次元から簡単に環状構造が作れます。これ閉環メタセシスです。あとこれクロスメタセシスで、こういう末端アルケン、異なる末端アルケン2分子からね、内部アルケンと、まあ、一連こういうこともできますし、これちょっとややこしいんだけども、ここのね、こシクロブテンのところのこの二重結合のところが開いて、でこの緑と赤がつながって、こういう性質の、これ管が開いて閉じるというメタセシスですね。あとこういう環状のアルケンを出発物質として環を開いて順応していくと、こういうポリマー高分子が取れてきます。これを開環メタセシス重合と言いますし、あとこれ、ね、見えないね。ヘキサジエンか。次が2010年、5年前、この
この3人ですね。パラジウム触媒を使った黒のクロスカップリング反応の開発で、まあ、賞をもらったわけですね。で、ビアリル化合物っていうのは、まあ、ベンゼンにつながった これもビフェニルですけど、まあ、そういう骨格を持つものを総称ビアリルと言います。で、この役に立つビアリル化合物はほとんど非対称なんですね。例えばこれ液晶分子ですし、これは、これ高血圧の薬ですね。あとこれは防カビ剤だから農薬ですね。で、対称なビアリールを作る方法っていうのは100年前から100年以上前からあったんですね。ホモカップリングによる対称なビアリールの合成、これは昔からあって問題なくできたんですけども、この非対称なビアリールを作る方法っていうのは40年ぐらい前までいい方法はなかったわけです。で、このね、クロスカップリングより非対称なビアリールの合成というのができるようになったおかげで、こういう非対称なビアリールが簡単に確実に作れるようになったわけです。鈴木ミワラカップリングの反応機構を今から説明しますと、初めはね、これ酸化的負荷という過程で、この臭素と炭素の間にパラジウムが、ね、まあ、入りますと、これになりますね。で、次にこの臭素とこれと水酸化ナトリウムが反応して、この BR が OH に置き換わると、3時から6時になるとこれになりますね。今配位子が交換してます。で、次に、これが1つ目のアリールで、もう1つのアリールが行われる、これはブロモベンゼンで、こっちが、フェニル方酸ですね。フェニルボロン酸で、この酵素についているこの青いフェニル基ベンゼン環がパラジウムの上に移動します、移ります。見方を変えればね、ベンゼンについている金属が酵素からパラジウムに変わるので、トランスメタル化、まあ、日本語では金属交換と言われたりもします。でね、ここからここに行く、まあ、中間体として、ね、中間体というか繊維状態として、こういう、ね、四中心の環状構造が、まあ、考えられて、ここではね、パラジウムがデルタプラスで、この炭素がデルタマイナスで、酵素がデルタプラスで、酸素がデルタマイナスですね。だからプラスマイナスプラスマイナスの4位間をのこの繊維状態を経由して、酵素についているフェニル基がパラジウムの上に移って、最後はここからパラジウムがポロッて外れると、この青と緑のベンゼン環の間で結合ができてビアリルができると、還元的脱離と。で、まあ、他のクロスカップリングによってはね、ここからここに直接行くものもありますけども、このフェニルボロン酸を使うね、鈴木ミワラカップリングの場合はこういうものを経由して進行します。出発物質がこの3つですね、ブロモベンゼンとフェニルボロン酸と NaOH 水酸化ナトリウム で生成してくるのがビアリルとビフェニルと酵酸と臭化ナトリウムですね。で、このクロスカップリング反応というのは、たくさんあってですね、1971年のこの水ゾロキっていうのミゾロキヘック反応から始まって、熊田玉ホリウカップリングです。これその頭っていうんです。で、多分3年生になって、特別科学実験で、まあ、これをね選択することもできやることもできます。で、まあこのねクロスカップリングっていうこの分野では、ね、これ、まあ、人名反応、人の名前がついた反応なんですけども、まあ、全部日本人の名前入ってますよね。だからこの分野において、日本人の貢献というのは非
非常に大きかったということですね。